どうもちは、カネゴでございます。ということで、現在朝の6時なんですけども、港の方にやってきております。ということは、お久しぶりですね。ジング編、イエーイ。連日、ものすごい爆笑ということで、これはいかなかんな、というわけでね、やってまいりました。ただね、今日風がめちゃくちゃ強くて、映像になるかな、という感じなんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで、釣り場の方に到着しました。風と波がすごすぎる。やばいでしょ。今日のタックル、これ新しく買ったんですよ。押し矢コンクエストのこのメーターが出るやつ、これに押し矢ジガーのと、で、ルアーがこれ、僕の大好きグレートジャーカーってやつ、これね、すごい釣れるよ。釣り上げていきます。釣れました。いけね。これハマチですね。よっしゃ。でも結構太いなこれ。いいね。はい、これがね、神経締め。よいしょ。ほら、ハマチゲットということで、まあね、僕一人なんでね、これ一匹で十分なので。家に帰って料理していきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいま。ということで、本日の食材がこちら。いいよ。ハマチっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、釣れたてのハマチっていうことでね、なんとか一匹釣れました。あの後もね、結構やったんですけど、地合いがあの一瞬だけで、あそこしか釣れなかったんですよ。連れてくれてありがとう。というわけで、今日はちょっと豪快なブリ大根作っていきたいと思います。普通ブリ大根ってこういうアラを使うんですけど、身もね使っていきます。で、どうやって身を使うかと言いますと、エラと内臓を抜いたら輪切りにした、このままバン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 って、大根も同じように輪切りにして豪快なブリ大根を作っていきたいと思います。そしたらこちらのハマチ処理をしていきます。まずは鱗を落としていきます。でね、ハマチとかブリ、ここにはトゲがないんですけど、ここ若干トゲがね3本ありますんで、鱗を描くときトゲがないなーって安心して背びれの方に手をやると、ここでブスッと刺してとっても痛い思いするんで気をつけてくださいね。はい、鱗が取り終わりました。で、包丁でこうやって仕上げに取っていきます。ほら、意外にねまだあるんですよね。そうしましたらヒレを落としていきます。はい、ヒレが落ちました。そうしたらお腹を割っていきます。肛門から刃先を入れて鎌までいきます。で、ここまでいったらここで落とします。エラを外していきます。両サイド外します。そしたらエラの付け根も外します。はい、そうしたらエラを引っ張るとこういう風に内臓ごと出ますんでね、こういう内臓の出し方もあります。さて、皆さんお待ちかね、胃袋開封コーナーといきますか。明らかにね、何か入ってるんですよね。さあ、一体このブリは何を食べて育ったんでしょうか。開けてみましょう。うわー、結構溶けてるね。うわー、たくさん入ってる。これはね、出ました、サッパですね。別名ママカリとも言います。これね、酢の物にするととっても美味しいんですよ。ご飯がすごい進むんですよ。だからご飯を隣に借りに行ってまでも食べたいお魚だから、ママカリっていうらしいです。あそこら辺に一帯にいたベイトは全部ママカリ、このサッパのベイトでしたね。はい、そしたらまだ血合いがついてますので、血合いを取っていきます。はい、このように綺麗に血合いが取れました。で、これ皆さん何かわかりますか？これが心臓です。これもね、鮮度がいいんで、ちょっとお刺身で食べてみましょうか。はい、ブリの心臓のお刺身。で、ここにごま油、ピンクソルト、完成。さて、そしたらこちらのブリ、いよいよぶった切っていきます。
いい身してますね。しっかり血抜きもできてて、なおかつ鮮度もいいんで、うわ、お刺身でも美味しそうだな。でも今日はブリ大根。うお、贅沢だね。はい、このようにぶつ切りにできました。頭も合わせて10切れ取れましたね。まあ、今日はね、1、2、3、3切れぐらいでいいっすわ。あとはご近所さんにあげたいと思います。これは喜ばれる。ちなみにご近所さんについてちょっと余談なんですけど、ご近所さんに僕 YouTube やってること言ってないんですよ。なんでね、すごく変わったお兄ちゃんだと思われてます。で、いつも魚たくさんありがとうねってことでケーキもらってます。魚とケーキ、ブツブツ交換みたいな、そういうね、やりとりがありますわ、田舎特有の。そしたらこちらの切り身なんですけども、お盆に乗せて、で、そこに軽くお塩を振ります。縦塩ですね。両面していきます。こうして塩を振ってあげると、ブリの中にある余計な水分が出て臭みが取れるんですよね。で、これで10分ほど放置します。はい、では10分経過しました。ほら、かなりね、こう水が出てきてるんですよね。このちょっとした一手間がね、大事なんですよね。そしたらこちらのブリの切り身、さっと湯通ししていきます。はい、このように湯通しができました。これでブリの下処理は完成ですね。そしたらこちら大根の下処理ですね。このぐらいの幅で切っていきます。皮も剥いていきます。こんな感じですね。これ全部やっていきます。地味なんでカット。はい、完成。そしたらブリ大根に使うだしを作っていきます。ここに昆布だし引いてありますんで、昆布を一旦取り出します。そしたらこちらの昆布だしに鰹節を入れていきます。1、2、贅沢にもたくさん入れます。で、これで3分ほど放置。はい、3分ほど経過したらこしていきます。はい、これでお出汁の完成。はい、今からは圧力鍋で調理をしていきます。そしたらまず出汁汁、酒、みりん、醤油、生姜、砂糖。今回はね、このきび砂糖から作ったお砂糖を使っていきます。で、そこに大根、そしてハマチ、そして蓋をして、で、今日はね、骨まで柔らかく食べたいので高圧にします。で、火をつけて中火で20分から30分ほど炊いていきます。はい、では30分経過しました。鍋の冷却も終わりました。揚げていきましょう。オープン。大根もめちゃくちゃ柔らかい。うわ、ブリもいい感じ。美味しそうですね。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。朝の5時。結構かかったなぁ。さて、で、忘れかけてたんですけど、これも作ったんですよね。心臓のお刺身。まあ、レバ刺身みたいな感覚で食べたいと思います。鮮度はいいんでね、食べれるはず。いただきます。めちゃくちゃうまい。肉肉しい香りがしない、ハツとかレバーとか、そういう感じのお刺身。
すげえ美味しい、この食べ方。はい、そうしましたらこちら、ブリ大根ですね、本命。骨までね、柔らかくなってるんですよ。こんな大きな骨だけど、簡単に箸で崩れるぐらい。これだからね、圧力鍋で作るといいですよね。じゃあ、いただきます。このお腹のとこ食べたんですけど、脂がしっかり乗ってるわ。愛知県のブリってあんまりいいイメージなかったんですけど、まあまあ脂乗ってますね。で、次はこちら、大根いただきます。あ、うま、大根がうまい。もっと大根入れればよかったな。はい、ということで、今日こちらのブリ大根ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲロのやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。これはもう紛れもない7対3でしょ。海の恵みに感謝。そしてゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は釣りに行ってきて、で、釣れたハマチを使ってブリ大根を作ってみましたけども、やっぱね、自分で釣った魚は格別に美味しい。釣れたのは1匹でしたけど、獲物があんだけ大きかったんで1匹でも多いですね。いや、ほんと釣りはね、楽しい。釣って楽しいし、料理しても楽しいし、でしかも食べて美味しいし、皆さんもぜひぜひ船釣り行ってみてはいかがでしょうか。自分で釣った魚は美味しいですよ。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。